はい、どうも皆さんこんにちは、クワガタ飼育係です。今回はね、すごいものが届きました。なのでちょっとそれをね紹介していきたいと思います。買った場所はねカラーズさんっていう、あのどこだったっけ、大阪だったっけな、京都だったっけなの昆虫ショップで、とある生態で買いました。はい、それがこちらですね。お、見えちゃうかな。ちょっと一旦止めますね。やばいっすよ、ほんと。すごいですよ。今回、しかもその金額も。で、ね、あと、その、ゼリーと、あとこれね、シアカ二股クワガタと DDL シカクワガタに使おうかなと思ってた、定点カマットです。二袋ちゃんとあります。はい、じゃあですね、ま、北部とアンバランス血統っていうものとなっております。おっと、いた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 。よし。はい、これっす。やばくないっすか、この極太。顎太いっすよ。しかもこれ78ミリですからね。すごいですよね、やっぱ。はい。ダニーとかでもついちゃってますね。いや、でも、すごく太いっすね。78ミリ。しかもこれで。いや、70ミリくらいの大クワガタって私手に取るの初めてなんですよ。実は。いや、やっぱすごいな。あ、やべ。あー、映しちゃった。あ、やべ。あー、映しちゃった。あー、映しちゃった。映しちゃったか。まあ、これ実は、言うと、羽パカです。後でダニ落とさないと、これちょっとまずいかもしれないですね。はい。で、ちょっとメスも見ていきましょうか。オスもすごいんですけどね、ほんと。見せちゃったか、羽パカ。ちょっと台風のこととかね、ちょっと、あ、心配してたんですけど、無事届いてよかったです。さてと、メスはいた。さあ、どれほど太いか、メスは。おっと、あー、顎太い。メスはね、まあ、このようにちゃんと顎太いですね。すごいっすよ、ほんと。大きさは、どうなんだろう、大きいかな。大きい方かな、やっぱ。あんま多くわかったって、70ミリ超えの見たことない、あ、60ミリ超え見たことないんですよ、私。あ、でも、すごいっすね、ほんと。ちょっと、乱暴だったかな。まあ、羽パカじゃなかったら多分7万はしていたでしょうね。すごいっす、ほんと。この極太。ちょっとこれ羽パカだったんですけど、でも繁殖は可能だと思います。顎ずれもあんまないし、あの顎厚、まあそこそこあるものですね。まあ次世代のブリード頑張っていきたいと思います。実はね、これでね、お値段は4万円、4万円です。顎幅はね、6.6 になりますね。まあ、こちらにも羽パカと書いてあります。メスはもうこれ生殖できるみたいですね、これ。あとオスですね。メスが寿命を持つかな、これでも。2年生きることになるな。はい、今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。